これはもう1ヶ月ぐらい前に撮った動画かなと思うけれど妄想だけより1ヶ月以上遅れてあのマダのタケのたけのこが出てきたんで今撮ってますね。あのたけのこを掘ろうと思ってたけのこ掘り用のクワを買ったんですあの。刃が長くて細いんですよね幅がね。 でそれで、えーまあ、あザクッとやるとピュ,ッピュッと簡単に取れるはずなんだけどこっちは慣れてないからなかなかうまくいかないんですけどまあそれでも慣れてくると結構簡単に掘れる感じ。あの出たたけのこの周りを少しだけ掘ってそれからザクザクってやると結構簡単に取れましたね。 撮ってるののは道場のあの正門の向かい側のところ人の土地なんですけどあのもうなんかあの道路からあ雨水がどん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 こっちの谷川八つ川に流れていって随分、えー、土を削っていて、えー、崖になってるところなんですね。でここの、まあ、整備を 任せててもらっていると,いうと竹をいっぱい切って、えー、もう竹やぶのなんか手つかずの竹やぶだったんだけれどそこ一生懸命冬からずっと竹を切って、えー、それで広葉樹だけ残してっていうふうにやってるんですけど、まあ、そうすると日照が良くなって竹の子も結構出てきたと。けの竹の子ってのも結構おいしいですよね。 うん、まあ妄想のタケのコの方がまあポピュラーかもしれないけどだけも結構いけます、ねまあ、ここのところを整備してこれ以上土が削れないように下手したら道路が崩落するんじゃないかっていう感じなんでね。まあ 濃度を作ったその道を作ったっていうことがあの雨水の浸透性をあの著しく悪化させてるというところで、まあ、ここのところが一体どうなってんのかどういうふうに改善したのかっていうことは今後ともお引き続きいろんな動画にしてまあ,あの上げていきたいと思ってますけど。 まあそこのところにこう杭を打って、えー、それで、えー、ボサ置きっていうかあのいろんな枝を横に置いて、えー、柵を作ってそこに剪定紙や墨やそれから最後は麻袋の土のに土と墨と落ち葉を詰めてそれで重ねていこうかなと思ってるんですけどね。 まだ竹も結構残ってますけどあの基本的にはあの古い竹を1メートル切りしましまたで。崖の下のところに、まあ、小さな八つ土があってここは昔田んぼだったんですけどねで田んぼの両脇に水路があの行政の図面ではあったはずなんだけど今は跡形もなく泥で埋まっていると。 まあ、ここの場所に入るためにあの何か所かあの階段を作ってそれでまあ,あの杭を打ったりそれからあの竹をそのまま杭として使ったりしつつうそれでまあ剪定した枝なんかでこういうふうに横に渡してですね杭の間を。 で剪定いなどで、えーまあ、補強しているというところです。これはまあ杭何十本も使ったので、えーまあ、自分たちで杭作ってるやつだけだと落っつかないんでホームセンターに行っていろんな長さの杭を買ってきてますね。これ ちょっとこの動画だけだと一体全体像がどうなってんだかよくわかりませんね。まあこっちに雨水がダーッと流れてこないように今の道路脇のアスファルトのところにも水を掘ってで穴を開けてえ墨入れてっていうふうにしてあのアスファルト脇からあの水が雨水が染み込むようにっていう。 そういういことも並行しててやってますこれが下から崖の下から上をずっと見上げたところですね。結構な作業ですよねこれね。